してもいい流れを欲しかったんですけど、実際に自分が勝っていう気持ちを最後まで持って戦えたので良かったなと。決勝戦内でも過去に何度か戦っていて、勝ったり負けたりしている相手なので、このオリンピックっていう一番大きい舞台で今回は自分が勝てるように最後まで頑張ろうと思います。女子68キロ級3位決定戦に臨んだ松阪市出身土性沙羅、2大会連続のメダルへ、相手はウクライナの強豪チェルカソワです。第1ピリオド、試合時間が1分半を経過した頃、両手で土性が左手を掴み、そして抱えている、これを嫌って、あの近くにそれを嫌うところで確認しました。ウクライナチェルカソワ、徐々に相手のパワーに押し込まれていくと、ここで相手が、日本の場所に敗れました。度重なる怪我や多くの試練を乗り越えて臨んだ東京オリンピック、土性沙羅2大会連続のメダルはなりませんでした。もう最後だったんで、本気で自分で攻めに行って、もうダメだと思いながら、どっちくりじゃお前これに行ってほしい、心も俺様的にあったんですけど、それでもいいことにまたオリンピックのマットを食べてこれができて、
って。